テラシレンジ昭河桜ミボロダム、昭川桜は、岐阜県高山市昭川町、中野の国道156号沿い、ミボロダム湖岸に移植された、樹齢450年と推定される日本の江戸悲願の古木。ごく淡いピンク色の花びらと、ごつごつした幹が特徴。樹高、約20メートル。簡易目通り、約6メートル。岐阜県指定天然記念物。 ミボロダム建設によって、ダム固定に沈む運命にあった桜を1960年12月、ダムを建設した電源開発株式会社の初代総裁、高崎達之助の発案で、同社により移植され、保守されている。移植後、桜のあった旧昭川村にちなんで、昭川桜と名付けられた。1960年、ミボロダム建設により水没する予定地を視察中。 高林寺の庭にあった巨桜を見たダム建設事業主である電源開発株式会社の初代総裁、高崎達之助は、なんとかこの桜を救えないものかと、市政の桜研究家で、桜男とも称された、当時の桜研究の権威、佐々部慎太郎に移植を依頼した。当初ザザブは、その困難さから、これを誇示したものの、高崎の熱意にほだされ、 結局は引き受けることとなった。その後、桜移植の事前調査に当たるため同地を訪れた笹部は同様の桜の巨樹が照らしレンジにもあることを知り、この桜も移植することを提案し、日本同時に移植することとなった。笹部指導のもと行われた移植工事は、当時東海地方で随一の移植技術を持つと歌われた造園業。 庭製造園の植木職人、庭正光らによって、当時常識とされていた手法を覆すような、新手法をいくつも取り入れて行われたが、世界的にも例がないと言われるほど大掛かりなもので、あった上、樹齢400年以上という老齢とその巨体、さらに、桜切る馬鹿、埋め切らぬ馬鹿と言われるほど外傷に脆弱な桜を移植することもあり、困難を極めた。 可能な限り枝や根を落とした桜をダム水面上となる丘まで運搬し、移植したが、無骨な幹だけの姿は無残な姿にも見えたため、当時、笹部や高崎には水没地住民や世間から、無語石打ち、いずれ水没するのに追い打ちをしなくてもなどと避難が集中した。しかし笹部、庭の木山通り、その翌1961年春、桜の活着が確認。 1962年6月に行われた水没記念秘助幕式で当時の藤井総司電源開発総裁により昭川桜と命名された。一色以来、同社の継続した保守管理もあり、以降も年々枝葉を伸ばし続け、現在はかつてのように美しい花を咲かせている。昭川桜の活着当時、桜にすがりついて泣いた元住民もいたと言われる。 平成10年頃までは水没地の元住民の集まりである、ふるさとともの会が春先に昭川桜の元に、都道など、元住民にとっては現在でも、かつてのふるさとの象徴的存在となっている。移植から現在まで、電源開発が昭川桜の保守管理を行っている。手入れは、移植に携わった庭正光の会社が、 電源開発より職以来委託され続けており、2016年現在では、孫である、庭秀幸氏が担当している。昭川桜と同じ場所には、昭川桜の種から若山吉江が育てた苗を1984年に移植した二世桜も植えられており、いずれも咲くのは4月下旬から5月中旬頃で、開花中はライトアップされている。 年間の観光客数は約5万人。昭和桜の歴史については、三幌ダムの正面にある三幌ダムサイドパークにおいて移植工事の映像を含むドキュメンタリービデオ、桜森の歌等の展示を見ることができる。国鉄バス名金急行線の車掌、佐藤良二が昭和桜が見事に開花したことに感動し、国鉄名金線の沿線に、 桜の苗木を植え続けたことから、名金線の沿線は、桜道と呼ばれるようになった。ありがとうございます。